大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家、い木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、CPI 発表を受けまして、12月の FOMC 利上げ観測0%にということになっておりますので、これに伴って債券利回り低下、株式上昇ということになっております。アメリカの現物の株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。はい。 まずね、CPI の方の発表がありました。前回が3.7、予想が3.3、3.2に減っております。そしてこのね、食品とエネルギーのを除くコアの部分ですよね。こちらが前回4.1、予想が4.1、そしてしっかりね、出てきたのが4.0ということになっております。前月比で見ましてもコアの部分、前回が プラス0.3、予想が0.3、そしてこちらの方が0.2ということに、ね、なっておりますので、今のところをしっかりと、ね、インフレの方は対峙できていると。こうなってきますと、別に、ね、無理して12月の FOMC で利上げをするということが、ね、必要ないんじゃないかということで、観測的には12月の利上げ予想0%ということに、ね、現在になっていると。 さあ今日なんですけれどもね、生産者物価指数の方が出てきます。こちらの方はね、ちょっと弱いんですよねということで、まずは食品とエネルギーを除くコアの部分。こちらが前回が2.7でした。輸送が2.9出てくるということになってくるんですよね。ですけれど、前月比で見ますと0.3。 予想が0.2ということになってますんで、さあ、どういうのか、まあ、サプライズ、この数値が下振れしてくれるんであれば、2日続けての債券金利の低下、そして株価の、ね、上昇というのが見込めるんじゃないかということに、ね、なっております。 さあ、SOXL ですね。CPI の発表を受けまして、プレーマーケットの段階でぐっと伸びまして、そしてそのままね、も上昇一途と。ただ、マーケットに入って伸びきったところで、まあ、レンジに入ってるというようなね、状況なんですけれど、まあ、今のところ時間外取引でもね、まあ、上昇しているという感じなんで、まあ、いい感じじゃないかなと思います。 冷やしの方のね、チャートの方を見ますと、もうしっかりと前回の高値っていうのをね、確実に超えてきましたし、まあ、ボリンジャーバンド、プラス2シグマもね、しっかりと突き抜けてきてると。これ、プラス3シグマぐらいまでね、まあ、いってるんじゃないのかなということで、まあ、こういう時ってね、ちょっと次の日、理覚されたりするんですけれど、まあ、どうなっていくのかと。次のターゲットは、 24.51。24. ここのね、高値奪還に動いていくというね流れになっていくのか、それともこのあたりで押し目を作って一旦下落するのか、というね、まあところですけれど、まあ今のところ上昇トレンドに移りましたんで、まあしばらくのね、上昇、年末までの上昇っていうのを期待していきたいですよね。さあ、そうしましてね、こうなってきますと、まあどこまで上昇していくのかというね、ところがすごく気になるところと。 52週の高値28.75からは、約ね、はい50、50%下落は通り越しまして 52.、52、3%下落がしたわけなんですよね。10月の31日につけました、最安値14.01と、ここから算出しますと、最高値から約ね 52.、52、3%の下落だったと。この下落ってかなりのね、下落率だと思いますので、さあ、 このね、最安値からプラス50%上昇すると21.01。 火曜日の終わり値が22.14ということになってますからね、もうすでにこの最安値からプラス50%を達成しているということですね。プラス60%で22.41、プラス70%で23.81、プラス80%で25.21、プラス90%で26.61、プラス100%で28.02ということになります。まあ、このね、100%上昇していただいたとしても28.75には届かないというね、状態になっておりますけれども、 けれども、さあ、ここね、どこでエリかくしていくのか、どこまで上昇していくのかというね、ところをまあ突き詰めていくのがいいのかなと。私の方もね、29ドル台で SOXL ちょろっと持ってるの回答させたいなと思うんで、今回ね、 ひょっとすると、1ヶ月から2ヶ月ぐらいで、この100%上昇というのがね、見込める可能性がありますので、ちょっとね、追加資金の方を入れて、28ドル以下にね、平均取得単価を下げておけば、うまくいけばね、年内で回答することも可能じゃないかなというふうに思ってます。火曜日終わり値が22.14で終わってますんで、プラス5%で23.24、プラス8%で23.91までいくということになりますので、 このプラス8%とかがね、あれば、今日ね、えー、プラス70%ラインの23.81を超えてくるということに、ねえー、なりますので、まあ、こうなってくるとね、一旦、ちょろちょろ、ちょろちょろっと、えー、利益をね、えー、食っていくというのもいいんじゃないかなと思います。ステスラ1.5倍ブルもね、一緒ですよね。プレマーケット、22時30分、CPI 発表でぐんと伸びまして、一旦マーケット開いたらね、そこ掘っていく展開になるんですけれど、まあ、そこからはしっかりと右肩上がりと、えー、そして時間外取引と でもししっっっかりととと上昇ててていってるといるうことになってます東の方のね、チャートを見ましても、一気に窓を開けて上昇、下ヒゲもしっかりとついていると。そして、ボリンジャーバンド、プラス2シグマ、こちらの方にね、まあ、しっかりタッチしてきてるんじゃないのかなというふうにね、思いますので、まあ、次はね、はい、10月10日につけました、直近最高値17.16ですよね。ここを目指して、まあ、まずはこの窓埋めしていただいて、そしてこのね、17.16っていうのを、 確実にね、あの上昇トレンドに戻ったというところを、えー、観測していきたいなとは思ってるんですけれど、まあ、ソクルと違いましてね、まだ、えー、直近金の、ね、高値っていうのをまだ超えておりませんから、まあ、チャート的にはね、ここから崩れていく可能性もまあ十分あるというふうにはね、思っております。さあ、テスラ1.5倍ルの方はね、リバランスかけていかないといけないということになりますので、ソクルよりね、さらに細かく分析をということで、まずは、ね、52週の最高値。 21.1からね、50%下落で10.55ということでした。そして10月31日につけました最安値が10.4ということになってますので、まあテスラ1.5倍ブルの方もね、50%以上の下落をしたということになっております。そうしまして、4月27日に、ね、つけた7.95。 ここからね、6月の21日までぐっと上昇した時が138%上昇だったんですよね。そして38営業日がありました。今年は残り30営業日しかないですけれど、このね、10.4から100%上昇というのが拝めるのかどうかというね、ところで、この後ね、4月の27日の最安値から6月の21日の高値、38営業日上昇して、この後惜しみをつけるんですよね。そしてその後の 52週の最高値21.1までね上昇していくということになっております。ま同じだけのね数値っていうのを叩き出せるのかどうかっていうのはねまあわかりませんけれども。 まあ50、50%や60%ぐらいのね、上昇っていうのはあるんじゃないかなと思います。そうなってきますと、直近のね、最安値っていうのが10月31日につきました10.4ということになりますので、プラス50%で15.6、プラス60%で16.64ということでね、まあ、このあたりぐらいまでのね、上昇は見込めるんじゃないのかなというふうに考えています。で、まあ、うまくいけばね、プラス70%、80%ということになってきますので、まずね、プラス50%、60%ラインでは、マネクスト証券のほかリバランス できますしプラス70%ラインまで到達していただければ、ご参考座がリバランスかけれると。えそしてえ、プラス80%ちょい超えてくると。 私の楽天証券の特定講座がリバランスかけていけるということになってます。さあ、火曜日の終わ値が13.96と、プラス5%上昇で14.65、プラス7%で14.93ということになってますので、今日はね、私のマネックス証券のテスラ1.5イブルはリバランスをかけることはできないと。あともう一日ね、待たないといけないということになってます。さあ、今保有しておりますテスラ1.5イブル、224株はマイナス23.5。23. えー、トガ3講座60株はマイナス15.65と、えー、そしてエマネックス証券110株はマイナス5.88ということでね、ま、ともに3倍のレバレッジ型の商品としてはね、えー、プラテンしていく射程圏内に入っていると、えー、いうことになりますので、まあ、今年あとね、えー、30営業日残っているということになりますので、1回目のリバランスは成功しておりますので、2回目のリバランスの準備に入っていきます。 14.94。14. これが私の保有しているね、マネックス証券の平均取得価格です。こちらの方をリバランスかけていきたいということで、まあ、プラスね50、50%から60%の間ぐらいに一旦伸びたら、まあ、ここで30株利架をしておいて、再度、この利架した金額よりも下になった時点でね、まあ、30数株買い戻しをね、していきたいということで、まあ、できれば基準価格14.94。 これをね、下回ってくれればいいんですけれど、まあどうなっていくのかというのはね、まあその時の大株式マーケットにならないと分からないと。さあ、ラブです。えー、こちらの方をね、まあしっかりと上昇しておりまして、15.77%上昇なんですけれど、えー、ラブの場合はね、ちょっと時間外取引にね、えー 下がっているんですよね。ちょっとこれが気になるところかなと。東の方のチャートを見ましても、出来高の方はしっかりとついてるんですけれど、まあ、前回につけたね高値、こちらの方を上抜けしてないんですよね、まだ。そしてね、ブリンジャーバンド、オプラス2シグマにもタッチしていないということなんで、まあ、ラブはまだね、不安定要素というのが残っているのかなと、もう一度逆することも考えて、このね、先の戦略をね立てていかないといけないと。ただ、私の中では、テスラ1.5倍ブロを支 仕上げてから次ラブをね仕上げていくということになりますのでこのまま放置と。さあそのラブです840株マイナス43.65マネクス証券。 440株、マイナス42.35。そして間違って買ったやつ、一応ね、端数揃えておきました40株。こちらプラス0.46ということになってますので、このね、最後のラブは間違って買ってるだけなんで、利益がうまく5%から10%ぐらい乗ってくれればね、その時点で売却をかけていきます。ATMF ですね、こちらの方、も日やしの方のチャートで見ますと、しっかりとね、上昇して、高値の方上抜けてきてると。 ということになりますので、まあ TMF の方はね、上昇トレンドにね、移ったと見てもいいのかなと、まあとりあえず12月の FOMC での利上げがないという観測になってますから、そうなっていけば来年利上げがなくなれば次は利下げということでね、利下げされる前に買ってしまえということで、 債券がね、ガンガン買われていくということも予想できますので、まあ、ここは、ボリンジャーバンド、プラス2シグマに沿ってのバンドウォーク、まあ、久々にね、見せてくれるんじゃないかなと思ってます。保有しております TMF、特定口座100株はマイナス32.69、マネクス証券80株はマイナス29.39、一般二サーク100株はマイナス36.91、36. 一般にサーク260株はマイナス33.21とまあなってます。まあまあ、これはね、はい、12月の、ね、分配金、しっかりといただくぞということで、まあ、年末までに1000株にしたいんですけれど、どうやら、ね、残りの営業日などを考えていると、テスラ1.5倍ぐ百パも、ね、100%上昇、なかなか厳しいんじゃないかというふうに、ね、考えてますんで、まあ、何株、ね、買い増しできるかは分かりませんけれども、しっかりと買い増しはしておきたいと。そして一般にさ ークのね波数が出ていた部分は260株にしっかりとね調整かけてますんで、これでいつでも濃い併合ということに、ね、なってます。はい、DPST は力強いですよね。脅威の前日比プラス22.05を叩き出して大爆発ということになってます。まあ、やっぱりね、この DPST の伸びのところでね見ていただきたいのが、この20%クラスの上昇って頻繁に起こっているんですよね。でですので この DPSD の爆発力っていうのはやはり侮れないものがあるんじゃないかということで、まあ、今後もね私の短期の取引の商品としては使っていきたいなと思ってます FAS、まあ、こちらの方もね、まあ、もちろん爆発力はあるんですけれども うんどうでしょうというね、うことで、ADPST の爆発力ということを考えていくと、まあ、短期の取引はね、ADPST がいいのかなと。ただ FAS はね、よは中期ですかね、保有していくのは FAS の方がいいのかなとは思いますけどね。 さあ、アップル1.5倍ぶるということでね。まあ、こちらもしっかりと前回の高値はもうすでに超えていて、そしてボリンジャーバンドプラスにシグマに沿ってまあ上昇中ということになりますんで、最高値ですよね。29.96。こちらの方をね、今年中に奪還できるのかどうか、新高値更新になるのかどうかというところがね、もう最近の中の 焦点に、ね、なってきてるんじゃないかなと思います。11月の方はね、今じっくりと貯めているということで、実現損益はプラス127ドル75セント、3月から11月の累計はプラス4612ドル08セントということになっております。まあ、あとはね、はい、テスラ1.5倍ブルをしっかりとリバランスかけていきながら、株数も増やしていきながら、最終的に売りぶつける タイミングっていうのをね、測っていきたいと。まあ、なか12月までにね、全売却っていうのをしたいんですけれども、まあ、私たち個人投資家っていうのはね、まあ、別に年内にね、区切りをつけないといけないということはないんで、まあ、年明けちょっと引っ張ってもね、いいのかなと。まあ、ただ年内にね、半分ぐらいはね、理確しておいてもいいのかなというふうに思ってます。えそしてまあ、え多分来年以降の話になってくると思うんですけれど、LABU の方を仕上げていくと。そして TMF の方も最終段階仕上げに入って 入ってくると。 まあ、いうことになりますので、まあ、しっかりとね、はい、こちらの方を、え、プラスの商品に仕上げていって、え、そして、しっかりとした、まあ、利益っていうのをね、まあ、確定させていきたいと思います。もう、今のね、私の最重要事項というのは、テスラ1.5倍分、え、こちらのリバランスに集中、絶対に負けない取引、株価が下がれば、含み益下がるのは当たり前、株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要なし、株価戻るまで余裕ぶっこいて、感染と。 いうことに、ねえー、なっております。えー、そうしまして、えー、最後にね、えー、テスラ1.5倍分についてですけれど、まあ、年末ぐらいまでにかけてね、えー、株価が上昇していくんじゃないかというふうに思います。テスラっていうのは今のところ EV、ね、電気自動車の方を販売して、えー、そして利益を出していくということですけれど、まあ、最近このね、電気自動車の売れ行きがまずいと、えー、それはなぜかそうです。FF レートが高くなってきておりますので、自動車買う人ってね、キャッシュで買う人っていうのは少ないです。ローン をかけますということで、そのローン金利が高いので、テスラの、ね、電気自動車の方もちょっとね、売れ行きが悪くなっているということですけれども、まあ、12月の FOMC、FF レート、利上げがないというね、観測が0%ということになってますんで、じゃあそのうちね、今、高い自動車のね、ローン金利も下がっていくんじゃないかと、下がっていけば、またね、テスラがどんどん売れていくんじゃないかという観測でね、年末に向けて、テスラ、こちらのね、株式の方が上昇していってくれるという いうふうに思いますので、まあ、前回38日かけてね、138%上昇したあテスラ1.5倍ブルですけれど、ひょっとしたら、えー、年内に100%上昇というのはね、達成してくれる可能性もあるんじゃないかということを視野に入れながら、ただし一本調子で上がっていくわけではないので、どこかで押しみをつけると思いますので、その押しみをつけたところで、しっかりとリバランスかけれれば最高だと思っております。本日も23時からライブ放送の方で、ね、かけていきます。 最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。